お願いします。市長すみません、先ほどこの会議でですね、広報庁に関して、まあ、市議会も関与するような形というものを検討をお願いしたいというお話がありましたけども、具体的にどのようなイメージを。いや、ですから検証プロセスというか、まあ、具体的なこう採用プロセスがもう具体的に始まるわけですから、まあ、その中できちんと議会が指摘をしてきたことが、ね、守られているかどうかというところを議会にチェックしてもらうような、そういう仕組みができないかと思ってます。ただ採用については教育委員会の人事権ですから、じゃあこういう人どうですか、それを議会に、校長任命するのに議会が決定権を持つというのはこれはおかしな話になるので、ね、それはダメですけど、人事権はあくまで教育委員会ですけど、その採用プロセスがこれまでの議論を踏まえたものになっているかどうかというのを事後検証じゃなくて、ね、同時的にこう検証してもらうということができないか、まあ、それを教育委員会にお願いしようと思います。今かけている公募からの適用は。そうです、そうです。だから公募制度はまずやらさせてくれと。その代わり議会から指摘をもらったことについてちゃんとそれを踏まえた採用になっているかどうかを事後検証じゃなくて、ね、同時に見てもらう。だからその分予算も、まあ、それで、いけるということになれば予算認めてもらったらいいわけですから、やっぱり採用プロセスをしっかり見てもらうしかない。まあ個別の校長を見てこれがいいか悪いかというのは、この教育委員会で決めてもらうしかないですけども、その採用方法についてどうなのかというところは同時並行的に見てもらいたいというふうに思ってますけどね。だからそういうことも踏まえて予算の方は可決してくれないかということなんですけどね。また具体的にきちんと議論があれば、条例のその改正案についてもこちらもきちんと対応していきたいと思ってますし、これは明日の教育委員との協議の中でも提案されるまあそうですね、それもちょっとお願いしようと思ってます、まあ、事務レベルでというよりも明日そういう協議会があるんでそれは言ってみようかと思ってます。まあ、市長としてはいろいろ修正も柔軟であるとか、まあ、提案をされてますけれども、まあ、そういう政治的な対立になってしまっているのでなかなか野党が乗ってこない。まあ、だから政治的な対立をずっと引きずるのか、大阪のためにいいことはきちんと進めていくのかってそこじゃないですかね。国政においても僕は野党の党首で、安倍政権とは対立する側ですけれども、でも日本のためにいいことはしっかり後押しをしていくという立場ですから、市議会の方も冷静にね、大阪にとっていいことはしっかり進めてもらうという姿勢になってもらいたいです。で、大体お互いに自分の意思だけでは進められる、自分の意思を押し通すことができないような状況になっているわけですから、こちらも予算を認めてもらうためには高い派の意見も聞かなきゃいけないし、で高い派の方も、維新以来の高い派もこの公募制度を変えなきゃいけないという思いがあるのであれば、条例を改正しようと思えばこれは再意見僕が持っているわけですからね。今の議会の状況では維新の会も維新の会以外の高い派も自らの意思を押し通すことができないわけですから、まあ、どこかで合意点を探っていくしかないと思いますね。